ロッテ VS オリックス、この世の終わりみたいな試合。9回ロッテ押し出しでようやく得点。奇跡きた。暗黒対決先生。そして増田、1アウトからヒットを許す。一発もあるがゲッツーもあるだろ。冒頭、2塁へ。うわぁ、死ぬー。死球。粘られてまた死球。1アウトマンデー。抑えるんだよ。さよなら冒頭とか見せてくれそう、オメガ。ゴロ。最後はフライで終わるんだ。いつもの増田だ。フライ、終了。奇跡きた。勝ったけどひどすぎる試合。涙目になってるやん、増田。オリオは親近感湧くわ。いや、本当にひどい試合だった。オリックスが重傷で助かった。セーブシチュエーションの増田は信頼できる。いや、今日はなんとか吉井に勝ったな。ハム相手なら7点取られてたわ。森、待てば死球あっただろうに偉いな。勝負挑んで勝ったけど両チームともひどすぎる。絶対金出してみたくね。決勝点が押し出しの1-0の試合と格差つまらねえ。増田これでヒーンなのかよ。好投しても絶対勝てない宮城って広いよ。毎回ロッテ対ロッテ、オリックス対オリックスの戦い。勝って終わればよい。